こんにちは、レフト兄弟です。本日紹介する商品はこちら。こちらの商品、バンダイさんの方から1987年に発売されましたセイントセイヤ、セイントクロスシリーズの限定ブラックペガサスクロスです。こちらの方紹介していきたいと思います。では早速箱の方を見てみましょうかね。こちら中古で買った、中古なんで破けてますね。この辺の応募券なんかもないです。では中の方を見ていきましょう。懐かしいですね。こちらが説明書、こちら応募ハウスですね。こちらが商品のシリーズ紹介ですね。では早速中身見ていきましょう。こちらがフィギュア、こちらがクロスを取り付けるオブジェ形態になる状態ですかね。こちらがクロスになります。状態は割合綺麗なんじゃないですかね。ではこちらの商品、早速クロス装着していきます。クロスの方装着してみました。早速見てみましょう。当時のものとは思えないぐらい綺麗ですね。こちら中古で購入させていただいたんですけども、当時も限定ってついてただけあって、現在かなりのプレミア価格になってるみたいなんですよね。値段は言いませんが、結構しました。この暗黒ペガサス、アニメ版の方ですけども、キャラクターの方を紹介していきたいと思います。必殺技が暗黒流星群。やられる前にやると言わんばかりにペガサス聖夜に渾身の一発を放ち死亡。でもペガサス聖夜は、こちらの暗黒ペガサスの声優さんなんですけども、セイントセイヤ内で他のキャラクターも演じています。スカイクロスのショウ、ネグレスのアルベリッヒ、こちらも一緒に演じていらっしゃったらしいです。他のアニメで言いますと、ドラゴンボールの人造人間17号、悠々白書のリョウホクラマ、最新のアニメで言いますとセイントセイヤオメガのアリエスの危機、この辺りがそうみたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。